はい、どうもシャルです。どうもエンチャントラちゃんのトラちゃんです。はい、ベルギーの2日目ということで、はい、今回もベルギー堪能していきたいと思うんですけど、いや、よく続けられるね、普通にあんなドッキリしてるね。簡単とやるね、まあ、結構映画監督みたいになってるね。今回、相馬さんの夢をいっぱい叶えていってるわけじゃないですか。あ、そうです、ありがとうございます、はい、本当にまたしても、相馬さんの夢一つ叶えちゃってみますか。あ、ありがとうございます、本当に相馬さんね、前に高い服着たいみたいな。俺、そんな丸出ししてた。俺、光にもすがりついてるから。いや、なんかその光とかがハイブランドしてるの見て、俺来たことないから一回くらいすげえ格好してみたいんだみたいな。どういったわ。用意してます。マジっすか。普段僕が身につけてるハイブランドより高いです。金額にすると二人合わせて400万します。400万。結構軽く普通に500。いや、じゃあ何それ簡単です。おかしい。じゃあ衣装チェンジしますか。衣装チェンジしましょう。せーの、よいしょ。いやー、どうすか、相馬さん。いや、もうめっちゃ似合ってて、めっちゃいいかなっていう、こういう。いやー、やばいでしょ、相馬さんから一応緑にかっこいいっすね。あー、いいね。ちょいちょいちょい、もうしんどいって、これ。しんどいから、ずっと着るの待ってる俺の身になってる。ヘキ嫌いって言われてる。ヘキ落ちてる。ヘキは、ずるずるしヘキ。監督やってください。監督やってる。相馬さん、どうすか、これ。いや、いいんだけど。このベルギーの街並みに着物の人間がいるっていう。いや、みんな見てるもん、めっちゃクスクス笑ってるよ。日本はアピールしていかないといけない。そうだね。これすげえ高い着物です。しかも、これいくらだ。これは多分何百万ですね。うわ。で、この中に着てるやつドクロ柄なんです。ドクロのこのドクロのやつなんですけど、これ YOSHIKI 物ってやつで、 XJAPAN の YOSHIKI さんがプロデュースされてるらしいです。なんで？あ、すげえ。それとこっちも高いんでしょ。こっちもいいやつです、マジで。これ今日相馬さんカラーで、お互いのカラーなんです。いや、相馬さんカラー。あ、俺のカラーだ。いや、お前今日お相撲さんみたいな。行きましょう。え、じゃあ着替えなくていいですか。着替えるよ。そのまま行きますよ。いや、もういい。いや、パンピース。俺の服貸しますよ。服貸す。行きましょうか。はい、では今日はですね、レジのオフィスに潜入させてもらおうかと思います。すごい、もうマブだね、もう。まあ、マブ友です。マブ友。マブ立ち上げ。マブ友だね。今日はレジちょっと忙しくていたいんですけど、はいはい、いない中で結構見させてもらえるみたいな。まあ、俺はもう信頼されてるってことだね。そうです、すごいらしいですよ、ほんとに。レッツゴー。おぉ、超認証ハイテクなんだ。あ、サンキュー。サンキュー。チューズ。うわ、すごいな。綺麗ですね。あ、レジだ。これレジは、ほんとレジ。レジ。わ、すげえ。めっちゃレジイケメンやな、マジで。え、レジ、ね、僕かっこよくて才能もあるってやばいな。なんでもありやろ。かっこよいですもんね。一番かっこいいですね。いや、なんでも持ってんじゃん。10万枚あの CD を出たくないし。10万枚今、まあ、のご時世10万枚売るってめっちゃむずいし、しかもベルギーの人口って少ないじゃないですか。そうですね。この中で10万枚売ったってことは、これ日本で考えたらほんまにミリオンみたいな。そういうことですよね。すげえ。すごいな。もっと仲良くしよう。すごいっす、マジで。やば、広っ。すごい、なんかいちいちおしゃれっすね。おしゃれっちゃおしゃれやろ。めっちゃおしゃれ。湖がやばい。もうかっこいいな。うわ、あれ見たね。うわ、おしゃれすぎだよ。セレブやマジで。めっちゃいいな。あそこ見て、ホタルとか飛んでそう。すげえ。これめっちゃいいな。普通に住みたい、ここ。おしゃれすぎ。仕事場にはもったいないぐらいでね。これやばいっすね。この景色眺めながらコーヒー飲みながら仕事するわけでしょ。成功者だ、成功者。成功者って今日もこれで仲間をさ、ここに呼んでるわけで。確かに一人で満足させないで。みんなにこう、やるっていう。トイレはやばい。ちょっとここで昼食いただいて、まあ、美味しく食べたんですけど、グッです。レジがベルギーの国王からもらった表彰状みたいなのがある。これやばいな、これ。これなんかそのレジがやってるライブみたいな、はいはい、ところにベルギーの国王が来たらしいんですよ。おー、それで来た後のそのパフォーマンスを見てこれを送ってきたらしい。じゃあもう国王がもうレジリスナーみたいな。まあそうと、レジのファンになったみたいな。すごい感じらしくて。マジすごい人。ちょっとやばいの分かってきてると思う。まずあの PV の撮影現場、うん、でこのオフィス、うん、普通じゃないでしょ、ここ、うん、このオフィス持ってます。確かに日本で考えてこのオフィス持ってる人いないでしょ。いや、いない。普通に多分ベルギーの中でもいないよね。まあいないけど、こんなレベルのオフィス、すごくない？成功者だもんね。大成功者ですよ。できますか、次。行きましょう。ネクストタイムちょっと2分間だけ撮影 OK ってことで。ここの岩や、あれが。
方の庭こんなとこ行ける人はいないですよね、マジで。いないよ、こんなライオンエグイさん、ほんとにマジで。これいかつすぎるやろ。いや、やばやばやばすげえ。あれやばい、なんすかあれ。ここやばくないですか。入りたいっすよ、俺。入りたい。ちょっと満足したね。そうっすね。北欧の庭からチャレンジボーツ。はい、お次こちらです。どう、やばいっしょ。せいけやばこれ。やばいっしょ。やばいね。なんかわからんけど。やばいっしょ。このモニュメント。なんかこれ、太陽の塔みたいな感じ。日本でいう、はい。万博でモニュメントになったやつらしくて、ね、中にも入れるらしいんですよ。玉の中。それぞれ部屋によってテーマがあるらしくて。なるほど。あそこでワッフル売ってるんですよ。あ、うまそう。いや、実は。モニュメントよりワッフル。そうだね。それ、ワッフル、ワッフル。大間さん、買いましょうか。買いましょう。ベルギーのユーロ、20ユーロ。それで俺、髪の毛すごかった、マジで。髪の毛、ちょっと。ハゲてない。ちょっと、ハゲてない。ハゲてない、ハゲてない。違う、髪質が薄いだけだから。細いからさ。読みたと思ったら、デコ広いっすね。デコも広いよ。そういう髪質。デコ広し。デコ広し。デコ口。めっちゃいい匂いする。めっちゃ甘くていい匂いする。こういう感じで、屋台感のある感じ好きやわ。ワッフル9。うわ、うまそう。絶対うまいやん。熱っ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 。いただきます。めっちゃニュース。いただきます。レッツイッツ。うまっ、うまっ。とりあえず全員100ユーロ渡しとくね。なんで、やばっ。なんかというの、いいんすか。申し訳ないですわ。10 10いくらいくら、これ2万円。1万3000。やばっ。1万3000円。これ折りそうやもん。折りそう。めちゃめちゃ重いもん持ってそう。わー、ありがとうございます。はい、次なんですけども、はい、世界最大のフェス、トゥモローランドって知ってます？いや、全然知らないです。18万人ぐらいお客さんが来る、世界で一番大きなフェスらしいんですよ。18万。やばいですよ、18万、はい、それがここどこのあてるらしくて、ここでパンパンじゃないもん。ここからまだめちゃくちゃ広いんですよ。あ、ステージがいくらでもある。ステージが何十個かあるうちの一部分がこれです。へえ。それが夏に行われるらしいんですよね。それの準備前の状態を見せてもらえるってことで。あ、はい、まあ、だってこの世界でも一番ぐらいフェスの舞台ってことだもんね。もう観光地でね。だって聞いた話によると、チケット自体が10万円ぐらい。で、そもそも世界の10万円なんで高いんですよ。それが18万人が30分でソールドアウトする、そういうレベルらしい。プレミア、マジですごいらしいですよ、本当に。だから基本的にお金持ちしか来れないみたいなフェスらしい。大会すごいらしい。大会ではないですよ。大会じゃないです、本当に。ここにお客さんがパンパンにガッと引き詰められるっていう、なんか選手村みたいな感じらしいですよ。公園にさ、でかすぎるもんな。あ、こんだけ広いとタバコ吸いたいっすね。まだタバコないっすね。ずっとっすね、マジで。クズやな。今度クズっすね、マジで。クズじゃないと思ってたの。規模が。ここでもうフェスとかするんですか。ここ側にまた一つスペア会場みたいな。はい、ここはもういろいろなあのメルヘンなものがいっぱいこう浮かんでる感じです。はいはいはい、やば。めっちゃ楽しそうだね。来たいな。普通遊び。その時期に来たかった。もう一回ベルギー行っちゃう。レジにお願いしてレジにお願いして。トゥモローランド。トゥモロー出ようよ。もはや。そんなん出るとやばいっすよ、マジで。トゥモローランド出るのって難しいっすか、やっぱり。出ないですね。出ないです。出れないでしょ。レジに頼めばなんとか。なんとかなるかもしれない。その時期に来たかったっすね。これがめちゃくちゃ変わるってことですよね、トゥモローランド始まると。そうです。いや、行ってみたいな、そう考えると。いや、本当に来たいっすね。だから時期ミスったっすね。行こうよ。レジお願いしよう。おお、すごい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 。ステージ。ケーブっていう名前の。どこでどこで行ったんですか。なんかね、DJ が。世界観がやばい。DJ こんなこと俺やばいな。ここで DJ です。なんでここだけ急にこうなったんだ。イメージできんやろ、頭の中で。ここだって全員人が埋め尽くされてると思う。埋め尽くされてる。ここ歩けないですか。歩けないですか。こんな余裕持って歩いてるの、ちょっと僕もびっくりだったんです。そうなんですか。こんな普段人いないんだって。こんな広いところがパンパンになってる。こんなピースな静かな感じじゃないですか。わーってなってるんですか。ここ全部人が埋まっとってやばくない。ここに人がまた一つ大きなステージが。ステージが海で埋めてきてるんです。ここに見ますか。浮いてる。ここにステージが。どういうこと。これでなんか前さんアングル覚えておいて、トロロードで全く同じジャングルやれば面白いがいいんだ。あー、確かに。ここがメインステージです。うわ、でかっ。
ぽいぽいにゃん。有名なあの丘です。ここが来たことがある人この丘。ここなかなか行けないですよね。じゃあもう全然。DJ はどこにいるんですか。DJ はこの上にでっかい塔が立ってるんです。塔。ドカーンと立つんです。今何にもないですけど。その上でやると思ってます。かっこすぎるやろ。見てみたいね、マジで。世界って広いって思いますね、こうやって見たら。ほんまに。日本いたら分かんないですけど、世界でかすぎるなっていう。百何十カ国の人たちがみんな集まる。ほぼもう全カ国じゃないですか。もうほとんど。180? とんでもないな。だからこの辺みんな世界中の国旗が。うわ、かっこええ。で、ソウルゾーンの国の代表がバチバチ違うんですね。じゃあ日本代表で。ジャパンとして。ジャパン背負うの。背負っちゃいます。いや、背負っちゃうは背負っちゃうはないじゃなくて、できないからね。だから当然のこと、自分の意思次第みたいな感じ。レジが、レジ頼みもやばいもん、うん、レジが OK してくれる。それ逆にできたらやばいっすよ、マジで。そんなんで目標にします。今回の最終目標はトゥモローランド出演獲得。交渉してこれ最後の目標。それ実現したらほんまやばいっすけど、とりあえずワイン死ぬこと飲んだ方がいいだから、ね、いや、ワイン送った方がいいっすね。レジにワイン送る、はい、ワイン送りましょう。仲良くなることに全力を尽くさないとダメっすね。いやー、トゥモローランドの凄さを 2% ぐらい分かった気がする。 2% だよね。これ多分夏来たらマジやばいと思う。俺感動すると思う。人生変わると思う。経験したら井の中の蛙っていうことを知ると思う。日本人って別にみんな同じなんやなって、ちっぽくらいやなと思わされるぐらいなんかデカすぎた、うん、スケールがね。来たいですね。これはね、お金のない意味でこんなこと言っちゃダメだけど来て。そこはちょっとね、今回の旅の最終目標にしましょう。トゥモローランド出るっていうこと。うわー、最悪も出なくてもいいから行くっていうこと、ね、いや、マジ行きたくなったよね。ちょっとバイブス上がったわ。ちょっとありましたね。バイブス、バイブス上がったわ。たまにはいいだろう。つけた。はい、そんな感じで次の目的地に。はい、お次ですけども、はい、お見てください。観覧車、そしてこのライオン。あ、ちなみにそうでしょ、あれもう港でしょ。万里の頂上みたいな。うわ、ほんまや。あれめちゃめちゃいいよ。で、後ろ見てください。フォローに。え、はい、あ、sorry are you professional ninja? Samurai あ、ジャパニーズサムライ。 Yeah, I'm a big fan of samurai. Oh, fuck. OK, OK。Yeah, my name's Kermit Frog. I'm a lead singer in the punk band Brutal Polka. Brutal Polka, yeah. Artist, yes. I just wanted to say you guys are looking beautiful in your robes. Thank you for being samurai. Thank you. Yeah, and have a good day. Arigato. Thank you. Thank you. Thank you. Good luck. やっぱね、何も言わずにトーマさんこの声見てた。あれみたいな。何事もなかったからやってますけど、概要欄の方にやっとくんです、その動画。トーマさんのチャンネルで全貌が明らかに、はい、そういう形になりました。僕もその時に髪の毛洗ってね、髪の毛カットを戻します。お揃いのセットにしました。行きますか。じゃあ行きましょう。街並みすごい。でもロマッチ。はい、ちょっと今パブっていうなんかバーみたいなところに来てるんです、はい、後ろにあるんですけど、このバーみたいなところで鐘があるらしいんですよ、はい、で鐘を鳴らすとその場にいる全員にビール一杯おごるみたいな、そういう文化があるらしいんですよ。おしゃれだね。だからちょっと鐘鳴らしに行こうかなと思って、今から光のためにある制度みたいなこと。だからほんまにカーンって鳴らしたらバーって湧くんじゃないかっていう、みんな喜んでもらいたいけど、俺ももうベルギーにもてなされてるんで、日本人としてジャパニーズからももてなしたいという意味で鐘鳴らしましょうか。ああ、いいわ。行きましょう。楽しみですね。今日は光のおごりだっていうことね。これ何が一番嫌だかって反応があんまないっていう。結構なんか鳴らされてるかもしれない。すごい。雰囲気めっちゃいい。あ、これや。これを、これで。え、そんな入らなくていいですか。いや、怖いですよ。近くない。オッケー。オッケー。ラストポジションから送りたいですけど。Stupid that. Okay. Did you see you? はい、ベルギービールで、まあ、何かで起こったんですけど、会計がこれパッと見よく分かんないんですけど100ユーロぐらいらしいです。全部でだから1万3000円ぐらい、150円払ってきます。でも安かったね、意外とね。案外あんまりないんだろうね、多分。で、あとはそこを崩れてる。崩してるんですよね。顔崩してる。崩してる。そう、かなり下の反応でしたね。ぶっちゃけそうだね。はい、なんかこの感じ、トーマさん。何だって思うんですか。寄ってるんですか。全然寄ってない、大丈夫です。めちゃくちゃ寄ってます。ガチで寄ってるんですか。正直言うと、めっちゃ寄ってる。だからそうじゃないですか。これね、寄ったらここなんですよ。マジですか。え、書いてるんですよね。寄ってないように。寄ったらこれだと。こうなりますね、大体。マジマジ。え、俺なんかふざけとんか。俺も何がこうなったふざけとやろみたいな。何おもろいからみたいな。ふざけとやばった。え、今耐えてるんだよね。飲み込まれそうになるから。何なんですか。今から飯行きますか。ベルギー料理というか、ベルギーといったらこの飯みたいなのがあるらしくて、それをちょっと今からごちそうになりたいと思います。この横っ払いのオッケータイムトラベル行きましょう、はい、タイムトラベル。じゃあベルギー料理食べていきますか。はい、うん、わ、
謎だけど。上げてみますか。これ上げてください。よいしょ。うわムールがめっちゃ匂い。めっちゃなんか匂いすごい。あとこれですやばくない？これやばいね。これなんだこれマジで。でかすぎるやろ。うまそう。これは？ウサギじゃない。ウサギはシチュー。これはラムチョビになる。うまそう。いただきます。いただきます。このお店の宝くじスクラッチ全種類すべて買い占めたいと思います。種類めっちゃあるほら。すごいこれ。すげえな。すごいな宝くじの数。30億。リアリ30億あったの。スクラッチで30億。いや嘘でしょ。わーすごい、やばいやばい。うわめっちゃイベージ。当たったんすかこれ。当たるんじゃん。でも30億一発でやるってやばくない？やばいロマンしかないでしょ。やばい。おっ